を使った蒸しパンを作りたいと思います。材料ですけれども、材料は、薄力粉ですね、お砂糖、卵、お豆腐です。干しぶどうもちょっと上に乗せます。干しぶどうです。オリーブオイルにレモン汁とベーコンパウダー、卵を割りまして、卵をほぐして、ちょっとこれをほぐしておきますね。これをほぐしておきます。それにお砂糖を入れます。してこれもちょっとこれでほぐしておきますね。ちょっとほぐしておきます。それお豆腐は手で握りつぶしますね。お豆腐は手で握りつぶして崩しておきます。これをちょっと混ぜまして、それからレモン汁ですか、これを入れます。入れて、それからこれはあの薄力粉ですけど、これはもうふるいにかけまして、それからベーキングパウダーもふるいにかけていますので、これを入れます。ベーキングパウダーも入れますね。これをよくね混ぜます。混ぜまして、それからオリーブオイルですか、これを最後に入れます。入れてよく混ぜ合わせます。これを混ぜ合わします。きれいに、はい、こんな状態になります。混ぜたものです。これをカップに、このカップに、このスプーンに斜めいっぱいにせずに、ちょっと上を透かして6か7ぐらいに入れます。入れましたら、これだけでは蒸した時にうにゃっとあの形が崩れますので、このプリンのカップ、こういうのはプリンのカップに入れますときれいにできますので、こんなカップに入れてもらったらいいと思います。これにあの干しぶどうを今日は入れます。干しぶどうを入れますけど、今日は干しぶどうですけど、まあ好みによってあの甘納豆とかピーナッツとかいろいろ入れてもらったらまたいいと思います。これでほんであの蒸しますけれども、あの蒸し器のお湯が蒸気が上がってからこれを入れてもらった方がいいと思います。それで20分ぐらい蒸してもらったら美味しいお豆腐のお味ができます。出来上がったのはこんなにできます。美味しい出来上がりです。